初心者のアミダスさんです。よろしくお願いします。はい、ということでここにかっこいい宇宙船のようなもの、ビガー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 。皆さんこんにちは、プラマイドルコスタキノです。今日も始まりましたモチエンチ TV。 今日ですね、こんにちは、プラモデル初心者のアミダスさんです。よろしくお願いします。どうぞ。はい、はい、今日はですね、女の子と一緒にプラモを作ろうということで、今回はアミダスちゃんがポケモンはわかるって言われたので、ポケモンのプラモってあるんですよ。ポケパン、新しい方のキットを2つ用意しました。これかなり新しいですね。あ、そうなんや。1ヶ月2ヶ月ぐらいだと思う、多分。なのでこれをですね、一緒に作りながらちょっとした基礎的なこうね、工具の使い方を一緒にやっていきたいなと思いまーす。で、これ何これね、超気になるよね。超気になる。ポジプロよりでかい、これなんですけど、あの模様替えをしたばっかなんですよ。で、もう一個ライト欲しいなと思って、あの手元用ライトね、あの撮影用じゃなくて。で、じゃん、これ大きい弁球さんっていうですね、台湾のメーカーさんなのかなんですけど、すごい目に優しいライトで、そうそう、なんか結構 LED とかで眩しすぎて、あの角のエッジがあの飛んだりとか色味が分かんなくなったりするんですけど、そういうのじゃなくって、あの優しい光だからマイルド、ちょうどいい塩梅みたいなのライトっていうのを聞いて、なんかいろいろ調べてたらいい感じだったのでゲットしちゃいました。イエス。ということで、あのせっかくなんでね、これをね2人で味わいながらやりたいと思います。じゃーん、かっこいいんすよねこれね。こういう感じのライト。おー、そうで、今回あの2種類あって、クリップ式とスタント式があったので、これはクリップの方にしたんですよ。スペがあるしね、私はね。そうそうそう。じゃあこれをちょっとセットしてから始めていきたいと思いまーす。はい、ということでここにかっこいい宇宙船のようなもの、これが弁球さんのライトでございます。できました、設置しました。今ですね、ここのクリップをこうね、机に留めまして、こんな感じで、そこからこうね、アームが結構ね、これフリーで動くんですよ、ほら、うん、で、ここ絞っとくと結構固まって、こうやって伸ばしたりとかできるみたいな感じになってます。で、これがなんと、今見えた？これね、センサーでね、つけたりね、結晶出ちゃうわけでしょ、これいいね。あ、シュッ、あ、手に本なった手に本なった、シュッってできる。これね、触ってたらいろんな機能があることに気づいて、あ、つけるじゃん。で、これね、上から丸いのをこうね、あってことね、どんどん光がこうね、まず強くなるんですよ。強くなる。で、強くなるのと、反対側に回したらもちろん弱くなるんですけど、結構ね、細かい。うんうん。だいぶ弱くなったもんね、もうね。うん。でしょ？まぁ、ちょっと全開で分かりやすく。明るい。明るい。だからね、用途に合わせて光を調節できるみたい。で、さらに、これ真ん中をポチッとなして、なんかね、赤とね、青のね、ライトがついてるんですよ。で、何かと言ったら、青色の方に振ると、白色になっていって、うん、で、赤色の方にこうやって振っていくと、暖色に変わってくるんですよ。やばない？またかや。やばない？うん。やばない？ほら、全然ちゃうで。ミキ。もう全然ちゃうで。ほら、ほらほらほら、ほらほら、こうやって白色変わってきます。うん。暖色、すげー。だから自分の好みで LED の温度を変えれて、で強さも変えれて、で引っ張ってこれて目に優しいと、最高かよ。最高です。うん、なんか真ん中ぐらい、真ん中ぐらい、気持ち暖色ぐらいにした今。あーあー、気持ち暖か、うん、で、ちょっとあんま強くなくていい。これ何色？うんうん、はい、で、今回は作ってみようと思います。こんな色です。直接見ても優しいね、うん、はい、という感じで弁球さんのマインドデュオ使ってみたいと思います、うん、キリ。よーし、じゃあ今回はですね、もうね、広げちゃったんだけど、もうポケプラを作っていこうと思います。で、今回私が作るピカチュウです。こんな感じの、あんなタッチゲートになってますね、こうやってね、うん、はい、タッチゲートになっていて、で、それを、まあ、手でちぎることもできるんですけど、ニッパーで切って作っていこうと思います、うん、で、アミカシちゃんはダーン作ります。はい、うん、これポケプラの結構新しい方のキットですよね、両方ね、うん、はい、なのでまあなかなか作りやすいと思うんですけど、ポケモンもね、プラモがあったんですよ、うん、なんでせっかくに作ろうかな、うん、思います。だって、じゃあ説明書がね、ちょっと違うんでね、さっさと作ってもらったらいいかなと。はい、
プラモ自体は作ったことあるんですか？あ、この間ハロプラを作ったよ。ハロ、ね、うん、ハロコンペね。ハロコンペです。なんかサボテンに埋もれてるやつね。あ、そうそうそう、あの中にちゃんと土入れて。あ、土入れたの？あ、そうそうそう、土入れてる時に刺してある。え、じゃあ本当に鉢になってるの？あ、そう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 。じゃあこの部分ももしかしなくてもそうなる。え、できるかな？ピカチュウの目からこう生える。今なんかリアルジオラマのような感じで目から生やすの。目からなんかちょうど穴開いてるし。ピカチュウはね、顔が2つあって、これチュピーン、あ、これ選べるみたいですね。エブイも顔が2つあります。ありますよ。本当だ、丸っこいのとにっこりしてるの。うん、まあ、多分選んで作ったらいいと思うので、今顔を選ぼうっていうページなんですけど。おー、はい、こんなページになった。なるほど、うん、よし、作ってみましょう。はい、で、ニッパーは、はい、ニッパー使ってください。はい、ニッパーはあの普通に挟んで切ってくれたらいいので、パーツの横にこうぴったり当てて、うん、当てたらチョッキンみたいな。挟みと一緒だね。おお、そうそうそう。切れた。そう、別に先っぽで切らなくていいですよ。真ん中とか。おお。で、こうチョッキンって切る。そう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 。ランナーっていうのをくるくる回していくと、うん、これずっと同じ向きで見れるし、切れるから、うん、楽ちん。左手でこれを回して、うん、で、ずっと同じ場所で切る。なるほど、うん。そう、こうやってやらないで、なるほど。なるほど、なってないっていうね。なるほど、なってないの。こうだよ。ここを切ろうと思ったらどうする？こう？そう、ずっと同じ向きに切っていくと、自分でパーツにこうちゃんとくっついてるっていうのが見えるじゃん。うん、そうすると残らないし、変な切り方をしなくて済むので、うん、いいです。はい、そうそうそう、はい、そう、はい、って言ってどんどん切ってください。はい、回す回す。だからずっと右側にこの切るところが来てチョキ、うん、で回してチョキ、回して回してチョキ、そうそうそう、真剣。なるでしょ。ならない。ならないの？だって私がどうやって切ってるか見てるとやばいもん、多分。ザク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 切ってますよ。ザク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 。おおお、飛んでた。だよー。そうそう。で、はめてったりするんですが、シール貼ってんのとかはまだなさそうなのね。はい。あとからやね。うん。うん。まあ、組んでってください。うん、かわいい。これやっぱなんか笑ってる顔作るときって笑うよね。なんか多分絵と一緒なんやろうなって思って。わかりやすえ、ならないならないね。そう、感受性が豊かですね。感受性豊かなの、あちらのカメラにお願いします。いやいや、恥ずかしい。何ですかこれ。にっこり。あ、シール貼るって書いてた。シールはその後に貼ればいいんで、順番的には合ってます。うん、はい、そうですね。くちーじゃない。うん、どうぞ。頑張って貼ってくれて、口閉じるもん今。ゆめが口開けてるせいで。お、手でいった。うん、あ、だけでも上手上手。いけたいけた。爪でやったらうまくできるね。うん、そう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 、それでいいと思います。できたですね。うん、よしよし、 OK。 うん、どんどん作ってください。まあ、せっかくなんで両方の子を作ってあげて、後ではめ替えて遊べるようにしておくといいかなと。おー、いいかなと思います。かわいいなぁ。かこピッピカピッ。嫌われてるわ。嫌われてるわ今のは。だって怒ってる顔のピカチュウが飛んでたらビャーってなるね。ビャーってされた。ピカチュウピカーピカー。大丈夫。ピカチュウねえ、うん、いや、あの、可愛いですよ、ピカチュウ。皆さんも可愛いよ。ピカチュウ最強に可愛いっすね。せやな。可愛いっすね。うん、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。めめ、どんどん進めてるシールね。うん、どんどん貼ってください、ね、意外とでも説明書さえ見ればね、うん、パーツ書いてあるし、うん、優しいんで大丈夫かな。カラフルでいいね、説明書がね。うん、顔
ビガー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 、はいはい、ビビー、それはなんて鳴くの、え、ブイブイ、あ、やったっけ、違ったっけ、ブイブイやったっけ、で、でもあの正解しなへんからさ、おー、そんなんやったっけな、ピカチュウはなんか言おう、ピカ言うてた、うんうん、なんだけど、はい、あ、早い、私は喋ってるうちにどんどんシール貼られてる、シール貼ったよ、あ、キノさん今からシールね、意外とシール多いね、楽しいね、でもシール貼り、わかりやすい、ほんと、うん、それおお、プレセット、プレセット一人パクって、一人だけ使う、ほんとだね、次は私手で貼ろう、言おうと思ったら、なんか別に手で綺麗に貼れてるからいいかな、なんかね、割と何でも手なんだよね、ふんふん、おこりー、そしてね、ほんとにね、色が見やすいんすよ、この子もっと近くでこうやってやってもいいってことでしょ、全然ね、あー、目痛くないわよね、うん、気がする、ほんとになんか弱くするからよ、うんうん、え、欲しいね、うん、なかなか、そうそうそう、あるの分からんけど、でも、なんだろう、光が欲しい時にちゃんと折る感じ、うんうん、ささやかやな、いいね、ね、ほんと、いや、なんか一番良かったのはね、こうスタンドとかで邪魔にならないこと、机のね、そう、スタンド式もあるんだけど、やっぱね、机の広さって作業スペースとしてはめっちゃ大事だから、うんうん、そうそうそう、今ね、いつも作ってる作業スペースに2人で作ってるわけですよ、うんうんうん、でも全然余裕、ひろさん物多いしね、後ろがね、後ろが多いだけです、私は、はい、まあ、そんなそんなそんな、いかじゅん、え、ごまかすのそれで、ね、ビヤー、あー、怒ってるめっちゃ怒ってる、うんうん、かわいい、ビガジュー、例えばシールがね、あの意外とね、貼れば貼るほどかわいい、かわいい、なんか、目のシール綺麗だよね、うんうんうん、めっちゃかわいいよね、口のシールも綺麗だよね、うん、これね、すっきり貼れたもん、そうそう、なんか貼ったからって言って、そのツヤがなんか邪魔するとか、そういう感じじゃなかった、うん、いい感じ、うん、いい感じ、いい感じ、はい、置いていかれている私、そうかな、どんどん作ってるからあれ楽しいんだな、きっとと思って、楽しいね、はい、うん、そんなんでいいです、どんどん作ってください、うん、はい、じゃあもう説明書をあまり読まず適当に組んでいきたいと思います、私はもうね、ここにあるパーツを切るんで、何も困ってないね、うん、で、たまにね、なんかこう切りにくくってさ、うん、こうドンって出ちゃう時あるじゃん、おお、こういうのこういうの、こういうの、こう、どう見せたらピントが合うか分かんないですけど、こういうのですね、うんうん、そうそうそう、こういうのができたときに、デザインナイフで軽く自分の指が、じゃあ歯が行くところに指を置かないようにずらしてからキュッてやると手に取れる、あ、綺麗になる、こういうの、あ、そうそう、あ、でもそこはね、うん、あの、はめたらこういうところ隠れる、あ、隠れるから大丈夫、隠れないところとかで気になるところとか、こういうとこ、あ、そうそうそう、もうこのデザインナイフで軽くちょっとやってあげると綺麗に、だからあんまり立てるんじゃなくて寝かして、うん、そうそう、あ、そうそう、あ、器用だね、て、うーん、そうかな、そうそう、うまい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 、褒められたよ、ほら、うまいよね、褒められてるやん、私手の使い方うまいやん、ありがとう、なんか、あ、そうそうそう、掘りすぎてねでもまあ、最初は掘りすぎちゃうもんなんだけど、うん、あんまり歯を立てずに少しだけ切ってあげるみたいな感じにしてやるといい、でもね、あの、そう、人差し指とかね、そうそう、当て方うまいですね、そう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 、いいいいいい、そんな感じ、そんな感じ、まあ、やってる気になれるんで、よかった、うん、いいね、そうするとより綺麗に作れます、だんだんあの、前、さっき切ったところとかが気になってくるやつ、うん、そうそう、だからね、最後ね、全部やるんですよ、これ全部やる、簡単にできるしね、うん、で、ナイフは切れ味がいい刃をこう何回も変えることによって、うん、どんどんずっと使えるので、うん、切れ味悪かったら言ってください、変えられるのね、変えれます、よし、ピカパーツをはめるときピカっていう、うい、なんか今日のそれ縛り、いや、縛りピカッピカピカッはめるブイって言ってね、いや、えぇ、ー、ブイ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 、音が合ってるかわからない、もうちょっと高い声な気がする、ブイ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 ーンブイーンって言ってる、あー、耳いいじゃん、いいじゃん、耳動くんしょ、それボールやから動くわ、そう、動くの、かわいいよ、ぜひこちらで、
耳がこうね、クイクイって動くの。いいやん、いいやん。すごいね、ニコニコ顔なんですね。うん。ほほほほ。にっこり。にっこりぶい。かわいいんだよ。そうなの、かわいいんだよ。ポケパラはね、簡単に作れて、かわいいんだよ。かわいいっす。キリッス、キリッ。キリ。かわいい、キリ。いいね、そういうのね。うん。これ耳の尖りやな。と思いつつパーツをどんどん切っていく。ドラマってね、割と簡単じゃない。せやな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 、いただきました。そうだね。あ、全然せやなでいいと思う。せやなでいい。うん。うん。嬉しいなと。簡単だねって言ってもらえるのは、嬉しいので。そうそう。どちらにしよっか。悩んどる。悩んでない。意外とこれね、あの何もね今ダボ加工とかしてないんですけど、あの取り外しができる顔になってるので軽い。ここ軽いわ。優しい。あの結構他のねキットとかはね、逆に緩いとね、こう稼働させたりするときに抜けたりとかするのがあって、ちょっと硬めに作られてることの方が多いんですけど、この子は逆でやっぱ顔のことを考えて、そう、そのまま組んだら顔が入れ替えれるような優しさになってる。そのために緩いんや。そう、そうそうそう。っていうのがすごい。すごいわ。すごいっす。すごいっす。このキット、だてじゃないっす。ポケモンすごいっす。うん。へぇー、かわいい。かわいい。なんてか、今気づいたこれ、ピカチュウなんだ、番号。え？あ、かわいい。イーブイになってない？うん、ピカチュウ。そうやん。イーブイかな。ピカチュウっぽいね。一緒だよね。うん。イブイも同じような耳してるからイブイかもしれん。そうや、一緒やね。ピカチュウかな。ピカチュウかな。似てるよね。どっちだろうね。一緒っぽかったもん。いやいやいや、イブイ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 。番号まで可愛い。可愛い。ねえ。うん。よりよい。いや、素晴らしい。素晴らしいね。うん。わー。お、ランナーとかの見方は知ってるんすな。なんとなく？なんとなく？うん。番号見たらいいのかなみたいな。うん。うんうん。そうっす。合っております。よかったっす。でもね、順調に違うもの聞いてたって。別に、あの、いつか使うから、受けといてもらったらいいと思いますよ。うん、受けとく。受けときましょう。そうっす。なんでいい？絶対、あの、同じパーツ使ってないから混ざらないんで、安心して。はい。使ってもらったら。耳かわいい。かわいい。ね。守る人ね。ピカチュウの耳は黒いところパチンって入れるんや。うん、別パーツですね。ピガーピガーかわいいかわいい。かわいい。いや、結果かわいい。それ、それなんよ、かわいいよね。うん、プラずるいな、初めて作れるよ。こんなになんかピカピカ言いながら作れるプラ初めてよ。でもピカチュウだからね。ピカ、うん、かわいい。マジかわいいよ。いや、ほんとかわいいよ。パーツの合いもいいし。で、あの、ちょっとね、柔らかいんかな、プラが。パーツの合いっていうのは？そう。この隙間が開かないとか、ぴったり、段差があんまりないとか。綺麗やなーって感じ。なるほど。うん。そんなのも気になるんだよね。うん、それ気になるか。気になるというか、やっぱね、昔のやつとかは、精度が甘いやつもあったりするので、うん、それと比べるとね、全然違ったりとか、する。で、新しいなって感じだね、これね。うんうん。どうですか、デザインナイフ。面白い。でしょ。うん。はまるっしょ。うん。はまって。はまる。いいかー。なんか V があんまり聞こえませんね。V。それしか言うとらんね。V。よし。なんか全然なんか教えなくても進めていけるタイプの優秀な初めて2回目プラム。ギノさんにもっと優しく教えてほしかった。うん、何を？ね、なんだろう。なんだろう。全然教えますよ。じゃあ好きなポケモンは？マジピカチュウってよかったら分かんないじゃん。それな。好きなポケモン何よく使っとったかな。小学校の時ポケモンしてた？あ、してた。全然してた。その世代だからちょうど。おー、何してたかな。何してた？
思う。ギャラドス。あー、ぽい。ぽい、なんかね、ドラゴンタイプとか毒タイプとか。じゃあ毒はあんま使ってない。あ、でもゲンガーとかはやっぱ好きやった。みんな好きやけど。ゴーストタイプ。ゲンガーは好きやったね。あー、ゲンガー、ギャラドス、うん、まあ、大体みんなステータス的にわかると思うんですけど、わかりやすく強いやつやね。そうやな、使いやすいし。うんうんうん。なんかバグとかやらんかった？あった。なになに、バグ？バグで、うん、あのコイキングをミュウにして。あった。あとなんかアイテム無限に増やすとかもあった気がする。そうそうそう。でそれをした後にギャラドスに進化させて、ギャラドスなのになんか変な技使わせるみたいなのをやってた、うん、悪い子だ。悪くないよ。普通に、ね、普通にみんなねバグはやってたと思うんですね、うんうんうん、そう、通信の途中で切るとかさ。やってた。で無限にあのアイテム増やすね。マスターボール増やしたりね。あ、そうそう、マスターボールめっちゃあったね。うん、うん、やってたやってた。不思議な飴とかね。うん、そうそう。でも不思議な飴でステータス上げるとあんまり上がらないよね。あーみたいな、なかったっけ。なんかまあの努力値、努力値上げてから不思議な飴使えば大丈夫。まあでもそういうこと。不思議な飴使ってから努力値上げても大丈夫。うん、まあね、うん、そう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 、そんなのあったねと思って、うん、なんかあった。なんかこれで見ると何かわからんね。なにこれ。ここ乗り物こうね。なるほどね、面白いわ、面白いわ。ちょっとなんか、あーってなった。これどっちもケア、こっちないかな、こっちかな。あ、こう、こう、え？違う。これここまでいちいちピカチュウの顔なんやんの。すごいね、かわいい。なんかできた？なんか違う気がするぞ。これどっちも金銅とかちゃんと見ずにはめてるからだぞ、私。お？お、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 こうだな。あれ？ちゃう？ベカ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 ピカピカピッピッピ。それ違くない？何なの今の。あ、こうだな、こうだ。でちょいちょいやっぱあれだね、ゲートが気になるのでナイフでやるとブイになった。うん、ブイになった。あ、いい感じ、いい感じ。進んでますね、うん、ぼちぼち進んでますね。ぼちぼちも先生が優秀なので。先生何も言ってねえ。ザイナイフは寝かすんでぐらいしか言ってない。で力を入れずにこうクッとね、軽く当てるだけだよみたいな、うん、で指怪我しないように、あの行く先に指置かないでぐらいしか言ってない。はいはい。でも指怪我しない大事。うん、大事だと思いますね、うん、それはね。地味に痛そうやしね。痛いと思う。いや、いいね、簡単に作れて、やっぱ可愛いね。うん、シールもね、ちゃんとね、分かってる、いいとこに貼るわ。そんななんか目立たなかったりとか。足の裏シールで埋めるんだよ、これ。足の裏。ほら、穴、肉抜き穴をシールで埋める。かわいいね、かわいいよね、うん、いいか、かわいい、いいか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 、ピカピカブイブイブイ。今日はね、それしか言ってない方法。ブイ。いやでもね、こうね、普段作らない人が作ってくれてるのがやっぱ嬉しいですね。ブイ。なんか、プラモってロボットものとか戦車とかのイメージが多いと思うんですけど、じゃないものも結構あって、なんかクマモンとかさ。クマモンあるの？あるよ。で、ゴジラとかもあるし、なんかいろいろあるんですよ、実際。なんで、まあ、こういう可愛らしいのとかだったら、もしかしたら一緒にね、お嫁さんとか作ってくれるかなとか思うんだよね。そう。だからお子さんも好きなコンテンツだったらやっぱ作るの楽しいだろうし、うん、で、なんかよく初心者さんに好きな、どのキットから作ったらいいですかって言われた時は、うん、一番好きなのは何ですかってまず聞くんですけど、やっぱ好きなものを作る方が楽しいじゃん。うんうん、で、わかるものだから楽しいじゃん。うん、多分ロボット作っても何ってなると思うんで。うん、何で終わるね。なんかかっこいいけど、まあ、そんな頑張れんかなみたいな。うんうん、そうそうそう。今ブイブイ言ってるのが分かるからブイブイ言えるのだって。そう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 。だからそういうのがあるから楽しい。うんうん、いろんなキットがあるから探してほしいなと思います。そうそうそう。どこで探してるの？え、どこ？お店？私はもうお店で探します。最近だと別になんか家電量販店さんとか。言ったらなんか、上信とか、ビッグカメラとか、山田電機とか、ヨドバシとか。電気屋さんにあるんや。電気屋さんのなんかおもちゃコーナーにちょっとだけ置いてたりするじゃん。で、品揃えとか考えると、もしかしたら少ないかもしれないんですけど、うんうん、こういう可愛らしいプラモとかは置いてあることが多いので、そういうとこ行ったら、なんかね、そうそうそう、冷蔵庫探しに行ったついでとか。冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫でポイントもらったらそれで買うとか。あー、なるほどね。できそうだよね。いやー、打てないけど。まだ打てないです。ブイ。ブイ。ブイって言ってくれてる。いや、可愛い。可愛いわー。シーのさ。え、可愛いね。ほんと可愛いわ。うん。
なんかテンション上がる。そうそうそう。普段と違うものを作るのもテンション上がる。うん。なんかキットの個性が違うだけでもやっぱ楽しい。それは分からんな。キットの個性？個性。いや、どういう。今ちょっと考えたけど、もうほっとこってない。ほっとこってない。なんかね、プラモデルの組み上げ方だったりとか、パーツの形とか、うん、どこがの関節がどういう形で動くのかとか、そういうのがテンション上がる。そうなんや。そうそうそう。あ、こういう意図があってこういう作り方をしてるんやなみたいなのを考えたい、私は。そう。あ、興味なさそう。え、プラモを作ってる人の気持ち。ああ、そう、開発の人とかがどういう意図で、だからここ域があって、あ、そうするとピカチュウがよりこうやって見えてこうなんやなとかいうのを考えたい。そっちそっち。ねえ。ちょっと純粋じゃない目線。木野さん、そのうち自分でプラモ作りそう。いや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 、それはちょっとね、金型が高いんすよね、正直。リアルだから理由が。なんで理由がリアルなの。いやいや、金型高いね。普通に、わーい、作ってみたいじゃなくても、リアルな理由で返ってくる。これではプロモデラーやってます。大阪と申します。あー、プロモデラーさんなんですか。そうなんですよ。そうなんですね。そうなんすって、いなかった。ロケット横思い出したー、今の。頑張ったー。いや、もうだいぶ前だもんね、テレビ見てたのね、そういうポケモンの。うん、今もやってんのかな。やってるよ。そうなんだ。うん、ごめん。うん、あ、でも映画館とかでミュウツーの逆襲なんたらがあるでしょ、今度。今度じゃないよ。 え、もう終わった。あ、もう終わった。ミュウツーの逆襲去年じゃね、エボリューションとかなかったっけ今年。あ、もう終わった。なんかこの前ね、その広告たまたま、あ、歩いてて、まだあれもうすぐなのかな、わかんない、もうすぐなのか終わったのかわかんないけど、ちょっと懐かしいなと思った。うん、最初ピカチュウがずっとさ、負けじと戦ってって、そうボロボロになってく、あのミュウツーの劇場、うんうん、超懐かしいじゃんと思って、うん、あの劇場が古すぎて、地元の劇場がなんかね、うん、なんか階段式のすっごいなんか一個しかシアターがないような、へー、ところに、なんか立ち見ができるみたいな頃の映画館で、それぐらいの年だったじゃん、小学校とかで、小学生とか、もうだから20年とか前の映画じゃん、うん、そう、その時点で、そう、そうやって見に行った覚えがあって、お、そう、だから席が全然なくって、人気だから、ポケモンが、うん、で、すっごい前の方でこうやって見てた。身長もないから、こうやって見てた。ちげえな、こう。いや、ちげえな、こう。逆ちげえな。でも、そんな話、そんな覚えがあって、そう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 。だから懐かしいなって見て思った。へぇ、そうそう、いや懐かしいな。一番最近見たのは、うん、マーシャドウの、うん、だって、うん、割と2年ぐらい前、うんうん、このポケモンの映画見たの。やべえ、全然わかんなかった今。あ、チョコタンがジョイさんの声やってたから見に行った。そうなんだ。イエス。やばい、これパーツ太い方細い方あったわ。適当に、足適当に刺したら知らなかった。足ちょ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 、いいね、これ楽しいね。足、やばい、細い方と細い方やった、これ細い太いやった、間違えた。適当に組みすぎた。説明書を読め。はい、読みません。読んでください。でも、ま、迷ったら見るから。うん、あ、やっぱ買った。かっ、こんなにカラフルで可愛い説明書で、こういう時にこのね、隙間にね、硬い時ね、パーツの隙間にね、こうね、歯をね、こうね、プクプクって入れてね、プクプクってこうやって入れてね、ちょっとね、開いてくって。いや、なんか綺麗にはまりすぎちゃってさ、もう取れへんやつを、こうね、隙間に入れて、よいしょって、開けていくっていうお話をしていたのだね。そうなんですね。そうだ、とてよ。そう。あ、やめとこう。なんで？そう、カフェ行ったら言ったらいいやん。なんで？え、なんかさっき木野さんが言ったから。おお、なんかね、一回言ったら3回言わなあかんかなと思って。なんかね、なんかポケプラね、楽しい。楽しいね。うん、なんか知らないプラモだったわ。あ、そうなんだ。そう、作ったことなかったのね。ポケプラね、これいくら買っていたのかな。いくらだろう。おいくら満点。あ、そうか、青色のバンダイさんになってからだから値段の価値じゃないけど。何、バンダイさん色変わったの。そうですね、ちょっとあのプラモデルの部門が、あの会社がちょっと別になりまして。へぇー。そうそうそう、なんで私がそれを。なんとバンダイさんの情報までなぜか知っている。あれ、これ太い細いあるよな。太い細いはまらんの、これはまらんやん。あれ
気づいた。いや今のね、私努力は無駄だった。無駄だった。よく見たらこっちが細くってこっちは太いんやわ、穴の。おそうそう、径が違うんですよ。まっすぐ見たらこっちの方が太いの分かると思うんですけど、あーだから右左間違えんようにもう作られてるってことですね。太さが、うん、太さが優しさ、優しさです。すごいですそれ。結果私はあれだったわけですわ。いいか、すげえ動く、動くよね、かわいいよね、歩く、かわいい、動く、入った、いいな、ピカチュウ、あ、もういいか、はっ、やっちゃいかんことやったわ、やっちゃいかんこと、やっちゃいかん、折った折った、折りました、折った、折りました、何折ったん、腕の関節、なんで折ったんやろ、なんか説明書見てないからいかんかったんかな、これほんまにいかんかもしれんね。うーんね、なんかいろいろやっちまいましたが、うん、気合が入りすぎちゃった、あーなるほどね、この毛も違ったのかもしれんな、適当にやりすぎやな。まあ、あとこ、今ね頭の中にね、なんか風と一緒にっていう曲が流れてる。あー小林幸子さん、そう、それ俺もポケモンじゃないの、ポケモンだよ、まさにミュウツーだったりする、うん、ミュウツー、やべミュウツーやっと思う、やんな、違ったら恥ずかしいね、つまんね、わかんない、私も全然、ちょっと足元から接着剤出してもいい、いいよ、よいしょ、あ、違う、意外とあれやん、デザインなんでガンガンやってるやん、え、なんかね、うん、なんだろう、綺麗な色には戻ってない気がする。これは本当は真鍮とかで直すのもいいんですけど、そこまでなんかこう動かそうとか思ってない私はまんま貼って終わらせる。緩め、尻尾でかっ、尻尾でかっ、え、やばい、尻尾かわいい、まんまる、かわいい、かわいいな、顔、顔ぐらいでかい、かわいい、あ、そっちで、そっちで、そっちで、そっちの顔やん、もちろんかわいいよね、うん、かわいい、いい、 V、 いいやん、 V、 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 ね、これ顔だけ貸してるか、こうやって、おー、いい、いい、これ貸してるわ、おー、じゃあ、あ、え、なんで、すごっ、うん、多分、クリの、何言ったな、ここやろ、え、P、PV、 PV、 PV、 え、こんなことできるの、いやいや、まあ、やるっしょ、子供さんとか。え、ってか、ハマるんや、でも。だって、ここの系とか多分ね、同じ企画で多分作ってると思う。だから、ここに EV の頭乗ります。へぇー。うちの子。乗らんかった。あ、これついてないからかな。あ、板があんの。あ、違う、まだあれや、あれ、中はめてないね、一回。まだはめれてない。これからかな？違うよ、これ。もう。これ忘れてはるね。まだ言われてない。あれ？あ、言われてる。いつ言われたんだろう。ね。言われたの、私だいぶ前、ほんと、言われてないわ、言われてないよ、今、まあ、今のをここにはめてくださいっていう話ですね、オッケー、説明書の3番、オッケー、 PV と何作るんやったっけ、もう1個、ピカ、ピカ V、 ピカ VV じゃん、ピカ V、 こう、イーチューじゃん、イーチュー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 、もう、あ、違う、この顔じゃなかったのに、でも緩いから割と外せるよ、頑張って、え、少しずつ隙間にこう手をね、あ、そう、ごめんごめん、隙間にこう手をはす、そう、爪とか入れて少しずつ開けていって、そう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 、で、ゆっくりキュッキュッ、おー、まいまいまい、で、反対側はめ、オッケー、からのピカブイピカピカピカ、怖い、ちょいちょい怖いやん、もう一回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 、あれ、どい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 、ピカ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 、おー、ピカピカピカ、ブイブイブイ、でもこれやるよね、絶対、これね、レッツゴー、これはね、世ではミキシングって言うんですよ、ミキシング、うん、キッと違うものを混ぜたりしてるから、
あー、そうそうそう、まあ、シンプルなミキシングをしたわけですよ今。おめでとう。ミキシングやっちゃった、私。やっちゃった、すごい。それな、うん、いやでもないな、レッツゴー。いやないな、これはない、ないよ。こっちまだマシ、こっちがさ合ってないかやばいやん。うん、ちこっち合ってないな、こっちまだ頑張れ。これ入れたら合うんじゃないかな。どうなるこれ、そもそもハマらんちゃう、ハマらんちゃう、ハマらんちゃう、ハマらんな。はい、戻しましょう、はい、戻しましょう、戻したらもう完成やないですか、はい、今あんたんな、新しいからよ、こっちこっち入れてあげて、ふさふさ入れてあげて、ふさふさ、ふさふさ、どっちが前だろこれ、ふさふさ、ふさふさ、こっち前やな、オッケー、うん、おー可愛いわ。あわ？いや、いけるはず。ピンポン。ピンポン。見て見て、なんか向きが違うよ。本当？真ん中の、真ん中の茶色のパーツの向きが違うよ。ほんま？ほんま。え、つまりどっち向き？え？だめ？こういうことだな。あー、はい、そっち、そっち、なるほど、こういう風になるんだね、私には起こらないかもしれないことです。やっぱ違うね、そういうのね、ね、慣れとか、あとパーソン向きをちゃんと見るとか、なかなかね、うん、なんかなんとなくハマったら行きそうな気がしちゃうとね、行っちゃうんだね、うん、ハマったらいいだろうみたいな、こんな向き一緒だろうみたいな。え、じゃあこれでピカチュウの方にもハマるんじゃないかな。直したから。いけんじゃね？ミキスイング。はい。あ、いいや。ちょっと偉そうになった。おじいちゃんっぽくなったね。うん。元気やか。いやいや。いいやーん。ケンタもふさふさが長いのが前やな。ふさふさで、ね、ハマると思います。あ、かわいい！あ、かわいいわ。かわいい。え、こっちの方が可愛いわ、うん、そらそら怒りだわ、怒りだよ、なんで怒ってんの。ベーガー、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 レッツゴー。いい、これ尻尾振るんだよ、可愛い、可愛い、ベーガー、ベーガー、イーブイ、タイヤトリッドーどーカメラ壊れるぬぬぬぬぬぬぬ、要は楽しいね、パンポーンみたいな感じで楽しかったね。結果、まあ普通にできちゃったってことで、で、なんかいろんなとこもね、ちゃんと切ってくれたり、頑張ったね、うん、頑張ったね、頑張った、頑張った、うん、もうこれも慣れなんだよね、切り方とかはね、うん、難しいですけどね、うん、いい感じ、かわいいです、はい、ということで完成しました。やばい、この人が乗ったらかわいいんちゃうとか、ちょっとここはっつけときてみたいな。かわいいよね、あ、これバランスきついな、かわいい、トントンズボみたいなポーズしてる感じ。バランス取ったらさ、なんかどどどどど絶対イブイ勝つね。イブイ憂鬱はするやん。私はもう尻尾出すわ、尻尾こうするわ。ああ、なるほど、バランス取れへん、バランス取れへん。いや、ピカ、おー、まあそんなこんなで、ああ、あーあー、憂鬱は落ちた、乗って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 、はい、乗って、おお、はい、ライトすごい、はい、本当だよね、ライトのね、使い道違うんだけど、とりあえず楽しいことが伝わったでしょうかということで、今回は、みかしちゃんがあんまプラモを作ったことないっていうことなんですけど、楽しい、好きなものを作るとやっぱ楽しいぞっていうのが伝わったらいいかな、うん、なんで皆さんもお近くのプラモを作ったことない方と一緒にね、その子が好きそうなコンテンツのプラモが絶対あると思うので、一緒に作ってみてください、うん、まあ簡単でもね、
間違えたけどね。間違えたけどね。でもね、あの一緒に作ったら誰かが助けてくれるからね、うんうんうん、あれって言ってるうちに助けてあげればいいかな、うん、あれって言ってない時はあんま助けなくても勝手にいるので、ね、こうかなあーかなって言ってやってるのが多分楽しい。やりながら間違えてるんだけど、ね、そうそう、それが楽しいでしょ。でもね、うん、そうそう、なのでぜひぜひ皆さんも、うん、あの作ってみてください。ということで以上モッキンチュ TV でした。高評価だったりチャンネル登録コメントもお願いしまーす。またねー。バーイ。出てきたよ。めっちゃ楽だ。もう一回いこう。じゃあねっていう。もうどうやって終わるんだよ。もう一回、じゃあ以上モッキンチュ TV でした。またねー。バーイ。